皆さんこんにちは、みそにぎです。撮れてる？これ大丈夫。はい、ということでちょっとお昼ご飯を食べに行きます。ちょっと遅くなっちゃったんですけど、はい、天気がよろしい。今日は、見ての通り、今日はね、あのレギュレーターライトジャケットではなく、ね、串谷のミッドパーカーというやつですね。防風フィルムが入っているので風をね通しにくいというやつです。で、非常にねこの時期ぴったりなんですよね。僕は基本的にこれ普段使いをしてるんですけど、まあ、これぐらいの気候であればすごく快適に過ごせますね。さあ、ちょっとそんなわけでね、今日はとうとうやってしまったというお話をねしながら、トンタに向かってます。やっちまいましたね、ついに。はい、免許を取って、バイクをね初めて購入して、それから2年と8ヶ月とうとうやってしまいました。立ちごけではないんだけどやってしまいました。先日行った秋吉台ツーリングのその日の朝ですね、まあガレージからバイクを出して取り回して、まあ、出る準備をしてたんですが、なんかねその日ちょっと朝おかしかったんですよ。このグローブを冬用と夏用をなんか取ってつけようとしてたり、なんかね朝ちょっと頭が回ってなかったのかちょっとわかんないんですけど、まあ、とにかく変な日、変な朝だったんですよね。まあ、それで、まあ、取り回ししました、いつも通りね。で、普段はあのちょっとね説明するとあれなんですけど、こ うち庭がアスファルト で、あの排水マスとかあるじゃないですか。ああいうところでどうしてもこうアスファルトがねこうへこんでるんですよね、地面が。で、緩い勾配がついているので、まあ、そこを通らないようにねいつも取り回して出すんですけど、その日なぜかね通ってしまったんですよ。通ってしまったというか、その近くをね通ってしまって、でなおかつ僕が今乗ってるあの四輪自動車がもうちょっと前にいつも止めるのに、なんか後ろに止めちゃってて、スペースがすごく狭かったんですよね、その取り回す、いつものその取り回し道が、取り回し道動線がね。まあ、それで、まあ、でも通せるスペースはあるんで、ちょっと通そうと思ってやったのがもう大失敗で、こうやってね下げながらやって、右にハンドルを切ってこう一回切り返す出し方をしてたら、そのうまいことそのへこんだ道がへこんだところと地面がへこんだところとそのハンドルを切ったのと、まあ、ちょっとそのいろんなものが重なってしまって右側に倒してしまいました。やっちまいました、とうとう。ただね、不幸中の幸いと言いますか、右側に倒れはしたんですけど、その傷はある一部だけでなんとかね、済みました。あとその後ね歪みとかそんなもんしっかり見たんですけど、まあそれもなさそうで、まあ被害はごく最小限で済んだので、まあ、よかったんですが、この車いつも止めてる軽自動車がクッションになって完全に倒れなかったんですよ。この、ハンドルと、多分ハンドルだと思うんですけど、ハンドルじゃないかな、ひょっとしたらこのブレーキレバーかなが左後ろ、車の左後ろのバンパーにこうのしかかるような感じで倒れたんで、車の方にここそのねこの部分をこうちょっと擦ったような跡がつきました。でレバーの方はね別にそんな傷は何もなかったんですよ。まあそれが車の方に一箇所そういう黒いこうなんだろうねあの跡がついちゃったのと、それと、右側のステップ、これストライカーのステップに僕バックステップに交換してるんですけど、その右側のステップの先っちょのまあ下の方ですね、まあ、ほんの少しこう傷がついちゃって、まあ本当にこう引っかいたようなガリッと引っかいたような傷がついてしまって、まあ見事ね、初立ちごけ乗ってはないけど、これ立ちごけっていうのかな、取り回しごけとでも言いましょうか、はい、やってしまいました、はい、ついにねやってしまいました。まだ立ちごけ&行動でのねあの転倒とかまだないので、まあそこはね守りながら行きたいなと思ってるんですが、いやーなんかねその日ツーリングのスタートだったんですごいへこみましたね。
おかげでバイクの方はね、へこんだりせずに済んだのでまだ良かったですけども、ちょっとね、朝一からこれはちょっと気を引き締めないといけないなというね、出来事がありました。やっちゃったね。まあ幸い本当にこうレバーが折れたりとか、そのすっごい大きな傷とかもなかったので、まあ本当にそれぐらいで済んで良かったなという感じです。そしてね、やっぱりね、重いっすね。重い。あの、初めてですよ、僕この25Rを起こしたのは、重かった。184キロですから、まあね、完璧に倒れてたらもう真横になってたんで、多分ね相当きつかったと思うんですけど、それでも斜めに、だいぶ斜めにね、車にのしかかってる分斜めになってたんですけど、やっぱりそれでもね、最初は苦労しました。え、やばっと思って、あれこれ重っって思うなったんですけど、まあ、あの、思い出しましたね、やっぱり自主学校の習ったこと。まずしっかりスタンド出して、で、最初はね、もう手の力でいけるやろうぐらいで手を中心にやってたんですけど、やっぱダメで、あ、やっぱりこれ足使わんとダメやということで、とりあえず持てるとこを持って、これカウルついてますから、変なとこ持ってね、バキってやっちゃったらあれなんで、まあ、あのフレームを持って、とハンドルを持ってねやろうと思ったんですけど、ちょっとハンドルを持つとね、右に切って倒れたんで、ちょっとハンドル持ちながらがね、あの、こういう感じに持ってしまうんで、ちょっとできなかったんで、まあ、なんとか足の力を使って起こせました。はい、ね、傷はこんな感じです。もうほとんどないですけど、これぐらいだったら、まあ、バンクさせた時に擦ったんだよねってこうまあ、嘘はつけるんで、まあ、いいかなと、ね、よくはないんですけど、嘘はね、まあまあまあ、いずれ擦るかもしれない場所なんで、よかったです、まあ、よかった、よかったかな、はい、はい、まあ、そんな感じで、ついにね、やらかしたというね、お話でした。ショックですね、やっぱり。立ちこけはせんぞってずっとね思いながらやってたんですけど、やっぱり取り回しはね、やっぱり怖いですね。ハンドルを切ったことによって向こう側に倒したっていうのが、やっぱりもう散々皆さん言ってる、注意しないとって言ってることなのに、こうやっぱり、あ、倒れるってなったらもうどうしようもないんですよね。手前だったらまだね、こう火事場のクソ力でどうにかなるんですけど、向こう側はね、もうこう引っ張らないといけないんで無理でしたね。で、下手に無理をして、ね、あの、怪我でもしたりするといけないんでと思って、もう、あ、ダメだと思ったら、もうそのじんわりと、手を離しませんでしたけども、じんわりとね、やりました。はい、というわけで、今日はね、とうとう、初心者やらかしたよというね、お話でございました。まあ、立ちこけとかはね、まだ引き続きしないように気をつけて乗りたいと思います。お腹減った。はい、ということで以上水ネギでございました。皆さんのね、やらかしたお話とかもね、あればぜひコメントください。はぁ、あ、やらかしたご視聴ありがとうございました。バイバーイ。お腹すいた。